いうのはやっぱ勝つしかない。はい、それと義明にはやっぱ怪我の具合があるんで、まあ復帰してすぐまた怪我が悪化して、離脱っていうよりもこのオフをしっかり、有効な時間に当てて、やっぱりサポーターの皆さんの期待に応えられるように、まあ J1 でも10点と10アシスト、まあ、これは常に最低ラインだという目標を持って頑張ってほしいなというふうに思います。強いチームには厳しいサポーターがいるんですよ、必ず。だから、まあ、叱咤激励ってよく言いますけども、まあ、J1 に上がっても勝てなかったらもう本当に怒ってください。